んばんは、野村くん一です。 Tudor Traveling Without Movie。 今日は12月4日、いよいよ今年も師走に入りました。これからバタバタ忙しくなる人も多いでしょうし、忘年会続きだという方も多いかと思います。まあとにかく忙しいし、お酒は飲むし、空気は乾くし、コロナは増えるし、まあいろいろぐちゃぐちゃな日々になりそうな気がしますが、皆様一つご自愛を。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームオックスさん。くんいちさん、こんばんは。先日妻が仕事でイングランドへ向かいました。ロンドンとプリマスに滞在予定で、学芸員の仕事の傍らおすすめのスポットを聞かれました。しかしながら僕はイングランドへ行ったことがなく、お酒と音楽が好きなので、有名なリカーショップや UK の音楽で出てくる場所などを伝えて旅立っていきました。ロンドン滞在の宿がウォータールーの近くだったので、そこで夕焼けを見たら気持ちいいかもよと伝えました。とても羨ましい環境にいる妻に送る曲として、ザ・キンクスのウォータールーサンセットをお願いしたいです。ありがとうございます、ね、イギリス、まあ、音楽好きにはたまらない街ですけども、キンクスってイギリスではもう完全な国民バンドの一つで、ものすごい知名度なんですけども、日本だと現地での知名度とどうもうまく釣り合ってないなって気がします。ウォータールーサンセットはロンドン湖の人が聞いたらオラが街のテーマだっていうぐらい知られた曲なんですが、当然この番組ではもうかけていますので、今日はザ・ジャムのカバーバージョンをかけたいと思います。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 前半は皆さんからのお便りを紹介していきます。まず1通目、ラジオネーム旅する亀太郎さん。くんいちさん、はじめまして。先日コロナ後初めてとなる海外旅行に行ってきました。行き先は私の大好きなロサンゼルス。かれこれ4年ぶりの訪問となりました。到着して真っ先に向かったのはマンハッタンビーチ。真っ青な空と太陽が眩しく、今でも鮮明に蘇ります。他にもスポーツやショッピング、少し足を伸ばしたバグダッドカフェなど、どれも見どころ満載で充実した旅をすることができました。話は変わりますが、実は先日長年お付き合いさせていただいた方にプロポーズし、無事に良いお返事をいただくことができました。今後も夫婦で楽しくラジオを拝聴していきます。リクエストは夜のハイウェイを走っている時にラジオから流れたオアシスのシャンパンスーパーの場をお願いします。ありがとうございます。ちょうど僕も3年ぶりにロスに行って帰ってきたところで、別にどこに行ったとかいろんなものを見に行ったっていうのは一個もないんですけども、あのハイウェイ、そして青い空、景色の中にいるだけで十分満足できちゃうところがいいとこなのかなと思いました。オアシスのシャンパンスーパーノヴァは僕や僕の周りにとって夏のアンセムな曲で、もうこの番組ではかけていますので、今日はベンフォールズ5バージョンを聴いていただきたいと思います。続きまして、ラジオネームニモのニモのさん。くんいちさん、こんばんは。昔からラジオ好きな父の影響でこの番組を知り、今はくんいちさんのイケボと旅の話を楽しみに毎週聞いています。今僕は大学生なのですが、この先の人生、くんいちさんのようにいろいろな国を巡ってみたいですし、恋愛もしてみたいですし、やりたいことがたくさんあります。そこで人生経験豊富なくんいちさんに、若いうちにこれはしとけということか何かあればお聞きしたいです。リクエストは父が好きでよくかけていたビリー・ジョエルの Just the way you are をお願いします。ありがとうございます。19歳ですか、羨ましい限りですけども、若いうちにこれだけはしとけ、特にないですけどね。ただ若い時って時間だけはたんまりとあると思って、気づくと焦る年になったりしがちですから、やりたいことがあったらとにかく試してみるっていう、後でいいやって風にしないようにすることが大事なのかな。あとは始めたらとりあえず終わらすっていうことをおすすめします。続きまして、
ラジオネーム三八さん。バックパッカーでヨーロッパを放浪していた1990年の話です。ローマにいた時、国旗を持った人が街を歩いていたり、日常とは違う雰囲気をカメラに収めていました。そしてイタリアからギリシャに入り、エーゲ海のミコノス島でのことです。パラダイスビーチにある寝袋で星を見ながら寝るような安宿で、テレビに映っているサッカーにみんなが熱狂していました。当時海外の人たちはサッカーが好きなんだなぁと思うくらいでした。それがワールドカップイタリア大会だったと気づいたのは、日本が初めてワールドカップに行った1998年のこと。気づくまで長い年月がかかりました。リクエストは1990年代流行っていた曲をクインさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。ずいぶん気づくまでに時間がかかったんですねっていう感じなんですけども、ちなみにパラダイスビーチっていうのはもう男性のゲイの皆さんの聖地で、僕もミコノス島に行った時にパラダイスビーチって聞いて、絶対綺麗なビーチなんだと思ったら、開放的なイタリアのゲイの人たちがたくさんいて、かっこいいんですけどね、みんな坊主でブーメランのような水着にドクターマーチンを履いてたり、うわおしゃれみたいな。でもそこに一人で行っちゃったらもう完全に獲物じゃないですか。ここじゃないな、僕が来たかったのは。すると奥にスーパーパラダイスビーチというさらに綺麗なビーチがあると言って、行ったらそっちはヌーディストのゲイのビーチでした。そこはさすがに僕はすぐ気づきましたけどね。How many special people change? An old American standard. How many lives are living strange? Where were you when we were getting high? We walking down the hall faster than a cannonball. Where were you when we were getting high? Someday you will find me. The Gallagher Brothers. Don't go changing to try and find
Traveling without moving. から3曲続けてお送りしました。1曲目がベン・フォールズ5でシャンパン・スーパーノーバ、2曲目がメアリー・マクレガーで Just the way you are、 3曲目がペール・セインツでキンキー・ラブ、2曲目のビリー・ジョイルの素顔のままで、当然オリジナルもかけてますし他のカバーも何度かかけたと思うんですけども、今日はメアリー・マクレガー。僕がこの人を知ったのは銀河鉄道999の終わりの曲にさよならって曲があるんですけど、それをこの人が歌っていて、メーテルとの別れにさらに悲しみを足すんですよこの曲が。以来大好きです。 Tutor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。お送りしたのは吉田美奈子で頬に夜の明かり、これはラジオネームケイちゃんのリクエストでした。くんいちさんこんにちは。私には10年近い付き合いになる友人がいるのですが、来週彼が膝の手術をします。彼は若い頃からずっと走ることを習慣にしています。しかし半年近く膝の痛みを抱え、走るどころか歩くのも辛い状態になってしまいました。彼とはよく夜の街をあてもなく散歩しながらいろんな話をしました。ここ数ヶ月はそれも辛いものになってしまいました。彼の手術がうまくいき、また思う存分散歩やランニングを楽しめるよう、夜の散歩に合う曲を選んでいただけないでしょうか。
実は9月の彼の誕生日をすっかり忘れており、その罪滅ぼしのためにも選曲いただけるとありがたいです。ありがとうございます。まあ膝が痛いっていうと、走るなんてもってのほか、本当に歩くのも億劫になるらしいので、ちゃんと手術して治るといいんですけども、夜の散歩用ということで割と避けてたんですけども、吉田美奈子さんの曲をかけました。シティポップが流行ってからというもの、ああ吉田美奈子好きだよっていうのが増えたじゃないですか。レコード持ってるよとか、なんかすごい値段になっちゃったらしいんですけども、そのゲームに乗りたくないっていう気持ちが強かったんですが、やっぱりいいものはいいということでかけました。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜はビデオ日記についてお話しします。先ほどもちらりと言いましたが、先日ロサンゼルスに行ってきました。3年ぶりのことで親友にもやっと会える、もうこれがすごく嬉しくって、行きの飛行機でもちゃんと寝て体調を整えていこうと思っていたんですけども、 2,3 時間寝たところで、あらあらお目目がパッチリという感じに目が覚めてしまいまして、いっけね俺としたことが、久しぶりのロスで興奮しているのかなと思いつつ、再び何度も寝ようとしたんですが全く寝れませんでした。結局諦めて映画でも見ようとリモコンをいじっていると、ドキュメンタリーコーナーのところにタイトルが All I Can Say というものがありました。僕はそれを見て思わず続きを口ずさんでしまいました。 Is that my life is pretty plain。 番組でももう流したことがありますが、ブラインドメロンというバンドの No Rain という曲の歌詞でした。え、そんな映画あんのかなと思ってクリックすると、まさにそのブラインドメロンの亡くなったシーンがシャノン・フーンのドキュメンタリーと書いてあるじゃないですか。こんな映画が出ていたのも全く聞いていませんでしたし、そのタイトルを見て何とも言えない懐かしさと、失礼な話ですけども、あとの2時間近くを時間を潰すにはちょうどいいかなと思って見始めました。まあ見てみていろいろ考えることが多い映画でした。ブラインドメロン、そしてそのボーカルのシャノン・フーンっていうのは、90年代の頭ってグランジが人気出ましたけど、その前ってガンズ&ローゼスというバンドがものすごく人気があって、そこにゲストボーカルで出たり、ツアーの前座をやったり、何かとバックアップを受けて弟分的な感じで言われたものですから、どんなにすごいハードロックバンドなのかと思って聞いてみると、実はグレートフルデッドとかルーツミュージックが好きな泥臭い音のバンドで、ハードロックでも何でもないわけですよ。けれどもそういうのがオルタネイティブミュージック、90年代ってそれまでインディーだったりメインじゃなかった音楽っていうのがたくさん台頭してきて、やがて何がメジャーの音かって分かんなくなった時代なんですけども、いろんなものが出てきた90年代の中で、ブラインドメロンはヒット曲のノーレインである種代表的なバンドの一つになったわけです。90年代の中頃にウッドストックの25周年というウッドストック94という大きなフェスが開かれたんですけども、僕はもうそれに行きたくてしょうがなかったんですが、アメリカにその時期に行くようなお金がなくって断念したんですが、終わった後に見たその記念映像で、白い女物のドレスを着たシャノンがアコギをかき鳴らすバンドと一緒に、何万人、20万人とかいたんでしょうかね、ノーレインを歌ってるのを見て、ああ行けばよかったなって後悔したんですが、こっからどんなバンドになるのかと思っているうちに、シャノンはドラッグの事故で28歳で亡くなってしまい、90年代に数多くいた早く亡くなっていくロックスターの一人として、いつの間にか僕も忘れていました。ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がポルノ4パイロスでペッツ、2曲目がコレクティブソウルでシャイン、3曲目がガンズ&ローゼスでドントクライ。こんな話をしてたら、いわゆるオルタナロックっていうのを聞きたくなって、全部その時代のをかけましたけど、1曲目は元ジェーンズアディクションのペリー・ファレルがやっていたバンドで、僕はこの曲はすごく好きでした。
コレクティブソウルの社員、まあほぼオルタナ界の一発屋だと思うんですけども、この曲もすごくいい曲で、晴れた日の昼下がりに車とかで聴くには最高だと思います。そして3曲目のガンズ&ローゼス、この Don't Cry には亡くなったシャノン・フンがバッキングボーカルで参加してますし、ビデオにも出てくるので興味がある方は見てみてください。野村くん一がナビゲート、 Tutor Traveling Without Moving。 今夜はビデオ日記についてお話ししています。このシャノン・フンが主人公のオール・アイ・キャン・セイを見終わっていろいろ考えたのですが、とにかくびっくりしたのがその作り方でした。普通亡くなった人についてのドキュメンタリーというと、ある種一つのフォーマットしかないじゃないですか。っていうのは、生前のその人が映っている映像と、本人と近かった人や批評家の人たちがコメントをしたり、小さい頃の写真とかがたくさん出てきて、その上に人生を語るナレーションがかぶさる。大体がそんな形で、そのドキュメンタリーの対象がロックスターだろうが俳優だろうが絵描きさんだろうが、同じ作り方のものがほとんどです。ところがこのドキュメンタリーは全く違いました。なぜなら、亡くなったシャノン・フンはハンディカム、手持ちのビデオカメラを持っていて、そのカメラを使って自分を撮るっていうのを趣味というか癖にしていたからです。1990年から亡くなる1995年も、それこそ自分が亡くなる、命を落とすその日まで、自分の日常をカメラに収めていました。自撮りをしたり、友達を隠し撮りしたり、風景を撮ったり、テレビに流れるニュースを収めたり、自分の気持ちを録音したり、それはビデオを使った日記というかメモで、誰かに見せるために撮っているというよりも、自分が感じたことや見たものを後で思い出したり見返すために撮っていたようでした。インディアナ州のラファイエットという田舎町からロスに出てきて、バンドが結成され売れていく様子、人の人生を本当に覗き見しているような、そして90年代という時代を巻き戻して見ているような、とにかくそこには亡くなった本人自身の残した映像がメインで、いつものようなナレーションだの、やたらと持ち上げる批評家も友達のコメントもないわけです。とてもとても不思議なドキュメンタリーでした。万人受けするものではないかもしれませんが、興味のある人はぜひ見てみてください。多分ネットフリックスとかにある気がします。これを見て思ったのが、今ある SNS、 例えばインスタや TikTok でも Twitter でも、使いようによってはシャノンがやっていたビデオ日記のようになるなということです。いつどこに行ったっけを思い出そうとするとき、インスタは結構役に立つことが昔は多かったんですけど、だんだんそうじゃなくなってきました。気軽に日常をポストするとか、なんかそういう感じじゃなんとなくなくなってきて、あげないことの方が増えてきたんですけども、本当は誰かに見せるとか反応を求めるためじゃなくて、自分が思ったことを乗っけて誰かが反応したらいいなぐらいなツールだった気がします。皆さんのアカウントはどうなってますでしょうか。デジタルな日記になってますか、それともただの商品カタログとか別物になっちゃってますか。うまくやれば自分の人生を振り返るのに一番いいツールになるのかもしれないなって思いました。